私は防災は愛だと思ってるんですね。人への愛、地域への愛というものをしっかりと育てて、それを長まくこと一緒になってですね、地区防災計画を作れば、必ずや津波での被害をなくす、一緒に助かることができると思います。一緒にみんなが助かるためにどうやったらいいんだろうということを考えて訓練して、そして本番をやり過ごすということが最も大事だと思いますね。はい、ではこれからレクチャーを始めます。今日話すべきポイントは4つあります。津波から命を守り、町を守る4つのポイント、ということですね。まず1番目はですね、我が家の避難ルールと防災訓練。まず自分助からないことには人助けもですね、その後の町の復旧復興もできませんから、まず自分が確実に助かる、家族が確実に助かるためのルールを考えて、そして訓練で確実にできるようにしておくということが大事ですね。それがまず1番目のポイントです。2番目はですね、私の生まれ故郷である秋田県男鹿のなまはげ、皆さんもご存知ですね。大晦日にやって、泣く子はいねがね、親の言うごと違うね、悪い子いねがっつってこう暴れ回るなまはげなんですが、それが実はですね、お年寄りや障害者の避難支援に役立つって話をしたいと思います。で、3番目はですね、実際にみんなで助かるためには、地図がないといけないですね。どこにどういう人が住んでるかっていう地図をちゃんと作って、そして助かる方法を考えていくっていうことが、3番目のポイントになります。で、4番目はその地区全体の避難ルールということを考える。そして津波が必ず来るよっていう地域ではですね、もう津波後の町の姿もみんなで話し合っておくことが大事かなというふうに思っています。まずですね、我が家の津波避難ルールを決めたいと思いますね。ですね、今は科学がだいぶ進歩してきましたので、ハザードね、津波がどのくらいの勢いで来るのか、どのくらいの高さまで来るのかというのが大体分かってきましたね。で、例えばこれは沖縄県の宮古島市池間という地区なんですけれども、地震後35分で第1波が到達しますよ、最大遡上高は17.3メートルですよということが、ほぼ分かってきました。ということは、35分以内に、18メートル以上のところに行けば助かるなという、大まかな感覚が分かりますね。ただ、ギリギリは危ないですよね。できれば、もともと早めに、もっと高いところにというのが、自然のことですからね。このハザードのマップっていうのは、あくまでも予測ですから、そのハザードマップよりも大きくなること当然あるわけですよね。あるいはもうちょっと早くなることも当然あるわけです。だから、そういうことも踏まえて、余裕のある安全度の高い、避難ルールにした方がいいですね。まずは地震でね、いきなり家具の下敷きになったり、家の下敷きになってしまったらどうしようもないですね。だから、基本的には家の住宅の耐震化っていうのがすごく大事なことになります。あるいは、家具の下敷きにならない、家具を止めるっていうのもありますし、家具をなくすっていうのもありますし、家具のないところに寝ておくっていうこともあると思いますね。家具の下敷きには絶対ならないという準備をしておく。そして大きな揺れの時に、丈夫な机の下行ったり、場合によってはですね、家の外が安全な場合だったらすぐに家の外へ出るというのもあろうかと思います。大事なのは目と頭を守ることですね。こんな感じでしっかり目と頭を守ってください。そしてまずは最初の大きな揺れをやり過ごす。で、その後ですね、家を出るんですけど、そのまんま、例えば寝てる時にですね、地震あって家を出るっつったら、そのままパジャマとかね、そういう姿で出るのも大変ですよね。やっぱりなんか服着たり、それから外に出るんで安全な靴履いたり、物を持って
ある程度水とかね、そう飴玉とかくらい持っていきたいなとか思いますので、そういう準備をして家を出るまで何分くらいかかるかなっていうことも考えてみてください。で、持ち出し品は何と何でしたね、すいません。一緒に行っちゃいましたけど、何と何持っていくか、それをどこに置いておくか、例えば玄関先に置いておくとかね、分かりやすいところに持ち出し品を置いておいてっていうこともあると思います。さらに避難場所まで歩いて何分かかるか、ね、日常で歩いて、まあ、10分くらいかかるとしてもですよ、仮に言うと地震で家倒れてるかもしれませんね、だから道路塞がってるかもしれません、あるいはいろんなものが道路が盛り上がってたりですね、そういう状況悪いことありますね、だから避難場所まで、ここの事前に確認しておいて、ここの広い水でほぼ安全だという水をなるべく選んでおいた方がいいですね。早いからって狭いところを選んでいると、もしかしたら火災が発生してたりね、そういうこともあるかもしれませんから、避難場所まで歩いて何分だろうということを、まあ、決めておいて、そして防災訓練で確認することが大事です。訓練しないと分かりませんね、こういうことはね。はい。では我が家の津波避難ルールが決まったところで、今度はみんなで助かるためにどうすればいいかということですね。秋田県の男鹿のナマハゲなんですけれども、ナマハゲはですね、平時は五穀豊穣家内安全を祈る神様です。神様ですがね、もちろんやってるのは中に入っているのは人間でございますよね。その人間というのは大体村の和外衆が務めることになっています、まあ、消防団員だったりしてですね、支援者ですね。で実際に毎年決まった自分の持ち場の家に行きます。そうするとですね、あ、このじいさんだいぶ年取ってきたなとか、この子は障害があって大変だなということが、支援者である消防団員さんたちの頭の中にちゃんと入るんですよね。状況を生で見られる。で、そのことを生ハゲ台帳ですね、今示している台帳にこうやって書き込んでおくわけですね。だからどこに、自分で一人で逃げるのは難しい人がいるかなということを支援者が分かっているということですね。今の法律の用語で言うと、避難行動用支援者名簿なんていうことですね。男鹿では生ハゲ台帳で昔からやってるんですね。で、津波避難場所はどこか、避難場所までの避難路はどうかっていうのはすごく大事なことになります。で、避難場所はですね、神社なんですね。で、ナマハゲさんは神社から降りてくるんですけど、そこはもうこの数百年ですね、被害に遭ったことのない場所に建てられてます。男鹿の神社も高いところにあるか遠いところにありますね、海岸から。で、それをナマハゲさんが普段から使ってて、いざという時の避難場所になるわけですね。それから津波避難場所までの参道ですけど、まあ、山に行くから当然階段になってるわけですね。そこに雪が積もってたら、いざという時逃げられないですね。だからナマハゲさんは冬になるとちゃんと遊戯鍵をして参道が通れるようになってるわけですよ。だから津波避難路もナマハゲさんのおかげで整備されてる。そしていざとなったらもうお年寄りをおぶって子供の手を引っ張って一緒に逃げるということができるわけです。まず津波防災の一番大事なポイントはほぼこれに尽きる。どこに自分一人では逃げられない人がいるかということを支援者が分かり、そして避難場所を決め、避難路を整備し、一緒に逃げる。まさに生ハゲ防災なんですね。そして現代版生ハゲ台帳ね、現代はですね、だいぶお年寄りが増えてきました。いいことですね。長生きできている社会が作られたというのは本当に素晴らしいことです。だ、災害の時にちょっと、ね、助けてもらえればみんなで助かるわけですので、じゃあちょっと助かるためにどうするか、まず一人では逃げるの難しいなという人の家をこうやってマップに落とし込んでる。これもさっきの宮古島市の池間地区でやってることですね。こうなると目で見えますから、どのくらいの人が助けに行かなきゃいけないかな、
どの水通っていけばいいかなとか、あるいは車使った場合はどうすればいいかなということがかなり具体的に分かってきます。もう避難行動要支援者のマップ作りをしていく、そして誰が誰に声かけてどうやって助けるかということを決めていくことが地区防災計画がとても大事なことになります。そこで地区の津波避難ルールを決めることになるんですよね。まあ、高齢者や障害者などの避難確認、もう逃げてます、まだ逃げてない、家にいるって、まあ、これをですね、することが大事なんですね。電話が通じれば電話、もう電話が通じなければですね、家に行ってですね、逃げたかどうか確認する。で、この避難確認の仕組みですごく大事なのは、誰が誰の確認をするか、ちゃんと決めておくことですね。一人が一人を決めるっていうのは大変なもんですから、何人かのグループで何人かの高齢者や障害者の避難確認の相手を決めておくということがいいかと思います。観光客も含めた避難誘導方法ですね、多くの地域では観光で地域おこししようとね、観光客、今今年はコロナ禍で大変ですけれども、まあ、コロナ禍収まればいろいろ戻ってくるわけです。そうすると地域の中にその地域のことを知らない人がたくさんいる状況になります。そういう人たちをいかに守るか、楽しんでお金を落としてもらうだけでなくて、しっかり安全も守るということも、地域の中で考えていく必要があると思います。あるいは家が助かった人は家ですけれども、当然電池が止まり水が止まるということは考えられるわけですね。そういった避難生活をするときにいかに支え合うかっていうルール作りもぜひお願いしたいところであります。最後にですね、必ず津波が来るだろうという南海トラフの、ね、地域だとかそういうところではもう事前にこういうマジにしておこうという姿をみんなで話し合っておくことも大事かなと思います。高知市の下地という地区ではですね、将来像を名前で呼び合える町、ね、みんな名前で呼び合えるコミュニティの良い町で作っていきたいということを考えてますので、すごいなと思いましたね。まあ、こういうのをですね、誰かリーダーさんが決めるんじゃなくて、みんなで話し合いながら、みんなで助からないといけないからね、一人一人がちゃんと分かってないといけないので、みんなで話し合いながら、これはいいなという集合地って言いますけど、それをまあ紡ぐ、ね、集合地を集めて、そして良いものにしていく。で、それを地区防災計画にして、まあ、1回で全部というのは難しいので、毎年毎年作ったものを見直して、訓練して、少しずつ直していきながら、また地域の皆様に浸透させていくというようなことが大事だと思います。まず科学の力というものを利用して我が家の避難ルール、それを防災訓練で確認すること大事だよ。それから小川の生ハゲに学びますね、避難支援のやり方ですね、どこに自分だけでは逃げられない人がいるかを確認し、支援者の方が分かり、そして避難場所、避難路を決め、そして一緒に逃げられるような仕組み作りをすることが大事だ。そして現代では避難支援の地図を、マップを作って、どこにどんな人がいるのかということが分かった上で、これらを地区の皆さんで助け合う仕組みを作る。それを地区の避難ルールということで地区防災計画に落とし込んで、できれば災害来た後のこういう町作りたいねっていうことを話し合う。で、そういう災害の後にこういう町にしたいねっていうのをできればですね、もう今からでも少しでも進めておけばいいですね。人間関係良くするとか緊張関係良くするっていうのは何も災害来なくてもできる話ですから、そういうふうにしながら良い町作りをしていくということが、結果的には災害にも強い町になっていくんだと思います。
まず防災が大事だなと思った人は、ぜひ長幕を集めてください。で、どの段階で仮に災害が起こっても、やっただけ、守れることになりますからね。一緒に頑張ってまいりましょう。